はい皆さんこんにちはマーケティッジ代表の小杉です、えー、今回は CME 原油先物の,の基礎第3回としまして投資対象としての CME 原油先物について見ていきたいと思いますでまずこちら、えー、CME 原油投資数と WTI 原油のチャートをご用意しました、えー、こちら見ると分かりますように、えー、CME 原油投資数と WTI 原油まあ、強く相関しております、えー、これ相関係数 まあ他のところで言いましたが相関係数プラス0.9968、まあ、ほぼきれいに相関しているチャートになりますこの辺から CME 原油に投資する際は基本的には WTI 原油価格の方を予想していくこういったのが必要となるマーケットになっておりますでこれ WTI 原油と CME 原油投資数との関係についてもう少し詳しく見ていきたいと思います こちら左側のグラフ何かと言いますと、横軸に CME 現投資数を取って、縦軸に WTI 現先物を取っております。これを見ますと、まあ CME 現投資数上がってくると WTI 現上がる。で当然 WTI 現が上がってくると CME 現も上がってくるということで、まあ比較的綺麗な相関関係が見れるかと思います。まあこれ当然やっぱり現月が一番一番ギリと使っているのと。 原油少し違いますのでプラスだと石油製品ガソリンヒーティングも加わっているので多少のやっぱり誤差は出てくるんですが基本的には WTI 原油と CME 原油糖質はきれいに相関している関係にございます。で具体的にじゃあ WTI 原油が何ドルだったら CME 原油はどうなるのかというのを一応理論値をこれ出してみました。これ計算対象は2020年8月 から2021年7月ままででのデータで計算しておりますこれを見ますと WTI 原油が50ドルの時 CMA 原油投資数の理論値は122.22ポイントでずっと上がってきてこれもし WTI 原油が100ドルまで上がると248.64ポイント、まあ、こういった関係性にあります。まあ、当然これ WTI 原油の方が2倍まで上がればこの CMA 原油投資数の方も2倍まで上がってくる。 こういった綺麗な相関関係にあります。だいたいこの期間のデータを検証しますと、W T R 原油が1ドル動くと C M E 原油当出数は2.53ポイント動く関係性にあります。まああくまでも理論値なんですが、まあ W T R 原油が動いたら、まあ C M E 原油当出数どうなのか、まあこの辺参考にしていただければと思います。でもう少し詳しく見ていきたいと思います。 こちらも、えー、何かと言いますと、w t i 原油と CME 原油当出数のこれ前日比の動きを比べたものです。これ横軸が CME 原油当出数の一日あたりの変動で縦軸がこれ w t i 原油の変動です。でこれを見るとちょっとぬっとなりますよね。一日単位で見ますと CME 原油当出数の動きと w t i 原油の動き必ずしも綺麗には相関してないんですよね。 緩やかな相関関係があるけど、1日単位だとちょっとずれができることも結構頻繁にあります。これ相関係数で見ると、プラス0.3136、かなりちょっと低くなっておりますで。一方でこれ、5日の変動、5日間の動きを見てみると、結構綺麗に連動してきます。えー、WTA ゲインが上がれば CMA ゲインも上がりますし、逆に WTA ゲインが下がれば CMA ゲインも下がるということで、 まあこの辺の CM ゲームの取引をしていくに際しましてはあまり一日の動きにちょっと一喜一憂しない方がいいのかなというのは過去のデータを見ていると思います。これやっぱり5日ぐらいある程度の期間になりますときれいに連動しますが1日単位だとこれ下に書きましたが相関しないことも多くなっております。1週間単位の値動きだときれいな相関は見ることができます。 午前予備変動になりますと相関係数がプラス0.8349。これ全然違いますよね。1日の場合と5日の場合。この辺がやっぱり一つの特徴になりますので、まあ今日はなんか CME、WTA ゲイン上がったのに CME、c m 上がらないとかいうことはたまにあるんでしょうが、これを5日平均で見ていくと、午前予備で見ていくとまあ綺麗な相関が見えますよという関係性にあります。まあこの辺が今のところ特徴として出ております。 でこちらが CME 原油先物と日経2 2 5ミ m あと金標準先物の,の分散投資と積極投資についてのお話です。これチャートご用意したのが青線が CME 原油で緑色が日経2 2 5ミ m で赤線が金標準先物になっております。まあ、これ見ますと分かりますように当然同じような動きはしておりません。えーまあ、ここ最近ですと原油価格大きく上がりましたが まあ日経に25ミニがちょっと伸び悩んでいる金がちょっと横ばい気味という関係にありますで、これがすべて大阪取引所で今取引されてますので、えー、投資チャンスを狙ってまあ、ど,こどこへお金を投じしたらいいのかというのを考えていくといいのかなと思います例えばこれ原因に関しましては、えー、世界経済の拡大局面とか制約的リスクの高まりこういった局面では大きく上がる傾向がございます 一方でこれ日経225ミリですと基本的にはやっぱり企業業績の方を見ていきますので、えー、景気よりも企業業績環境の変化に敏感なマーケットで金に関しては安全性が求められる、えー、マーケットということで、まあ、例えば投資リスクが高まってるなと思ったらこの CME ゲートか日経225ミリから金の方にお金をシフトしていくで逆にまあリスクオンになったら金とかから CME ゲートか日経225。 こちらの方にお金をシフトしていくで特に景気動向がどんどん伸びている時は、まあ、株価よりも現益の方がいいのかなとで逆に景気動向よりも企業業績が伸びている時は日経22号の方がいいのかなということで、まあ、この辺が、えー、投資家の方でいう投資家目線で言うといろいろな,なんか選択肢ができたのかなと、えー、分散投資積極投資これ全て基本的にルールが同じようなものになってますので、えー、使いやすいマーケットを使っていただくと、えー、取引しやすいのかなと思います。 これいずれも大阪取引所の先物オプション口座で取引できますのでどの投資対象が今一番いいのか機動的にお金を動かすこともできますしあとこれ値段が全然連動しませんので例えば分散投資ちょっとリスクを取りすぎてるなと思ったらリスクオンだけど日経225と原油でちょっと資金を分けるこういった対応も可能なのかなと思っております。でこのの辺からまあ新ししい商品上場しますので、 まあぜひ日経225ミニの投資家の方も金標準の先物の,の投資家の方もこの CME ゲームを使っていただけるといいのかなと思っております、はい、次に CME ゲーム投資するドバイゲームについて見ていきたいと思います JPX の方では2つのゲ油先物取引が存在しております1つがこれ今回上場する CME ゲーム先物こちらはアメリカの代表的な原油資用価格になります 大阪取引所の方に上場しております。でもう一つ既にあるものがドバイ原油になります。こちら中東の代表的な原油資産価格になります。東京商品取引所に上場しております。これ基本的には同じ原油なんで同じような値段の動きをするんですね。でこれ左側に CME 原油投資数とドバイ原油のチャートを用意しましたが、これ相関係数で見るとプラス0.9934、ほぼ同じ動きになっております。 これただこれやっぱり使ってる原因の指標が違いますので時によってはこれ違う値段の動きの時もあるんですね。で例えばこれ WTI 原因の方ですとアメリカの方でハリケーンが発生したとか西州の方でトラブルがあったこういったことがあるとちょっと異なる動きをする可能性があります。でまた例えば中東の方で政情が不安定化するこういった動きがありますとドバイ原因の方が大きく上がるこういったこともあります。 でこの辺から2つの原油の値段の動きが大きく異なるときは例えばこれから中東情勢どんどん悪化するよねと思いましたらこのドバイ原油を買って CME 原油を売るというのもできますし中東情勢のもう悪化がピークになってこれから改善に向かうこういった見通しのときは割高なドバイ原油を売って CME 原油を買うこういった最低取引を行うことも可能になります。 まあこれまで原油の最低取引というと国内と海外ということでなかなかやっぱり一般の個人投資家の方が扱うのは難しかったんですがこれ国内に今後2つの原油が上場しますので CMA 原油とドバイ原油この値段の動きの違いを使った最低取引というのも新しく国内投資家ができるようになります。もうつつが、が、国内にやっぱり2つ原油先ものが 上場しますのので投投資資家の方から見るるとと対象が増えることになりま,すまあ基本的にはこれ左側みたいに同じような動きをするんですがこれよくニュースとかで見るニューヨーク原油 WTI 原油の方が分かりやすいねという方はこの CME 原油の方がいいでしょうし、まあ、そうじゃなくて日本はやっぱり中東産原油をたくさん輸入してんだよねとまあこっちの中東産原油の方が分かりやすいよねとこういう方はドバイ原油を使,って使うといった。 こういった投資対象を選ぶこともできるようになります。まあ、この辺もこれまでできなかったんですが、最低取引が可能になる、で、原油投資の中でも選択ができる、こういったのが大きな違いになると思います。え以上、CME 原作物の基礎第3回でした。